やっぱりここだったのね。アンコールの声が聞こえた時、君の声だってすぐに気づいたのよ。みんなと一緒にたくさん盛り上げてくれたから、練習の成果以上のパフォーマンスを披露できたわ。改めてありがとう。自分がセンターになるって恥ずかしいけれど、やっぱり嬉しいものよね。誕生日は特別な日だからってみんなが背中を押してくれたおかげでセンターに立てて本当によかった。あ、そういえばライブの始めにおめでとうって言ってくれたの君でしょ。君のお祝いの声にみんなの声が重なって、集まってくれた人たちみんなにお祝いされてとっても嬉しかったわ。でも君からはもっと近くで聞かせてほしいな。いいでしょ。ありがとう。お祝いの言葉って何度聞いても嬉しいのよね。君の誕生日もたくさんお祝いさせてね。プレゼントは何がいいかしら。そうだ、君への感謝のダンスなんてどう。実はね、今日みんながダンスをプレゼントしてくれたの。それがとっても嬉しかったから、君にも感じてほしいなって。ストーリーを選んでくれるかしら。